しました。し大富豪のカードもゲットしました。今日ね会えるのでね、ちゃんと直接おめでとうを言いたいと思います。もう相棒だよねここまで来たら相棒だよ。301おめーおめー、めっちゃ可愛いよね。もうマジの一目惚れ。これはめっちゃ可愛い。なんかゴールドとシルバーがあったんですけど、アクセサリーはゴールドが好きなのでゴールドにしました。全然メイクしてない、リップを塗っただけです。いや全然そういうわけじゃないです。初見さんありがとうございます。これから武道会ですか？違いますね。こういうね、ここねじって普通にピンで留めてるだけなんですけど、うん確かにそれはある。明日生誕祭ですね、楽しみ。私初めてだからさ、ね、ちょっと緊張するけど、壁破れてんのが見えちゃう。そう、なんかもともと最近ずっとイヤリングが欲しくて、でもなんかあの揺れないやつ、なんかあのもうここしかない、だからこのパールがなくてこういう感じのやつが欲しかったんですけど、なかなかいいのがなくて、で見てたら、まあ、全然違うこれに惹かれ、すっごい惹かれて、もともとなんかさ、ここまではパールパールしたやつ持ってなかったからさ、大富豪のさコメント欄にさ、あのお誕生日おめでとうっていうワードがなくて、なんかちょっと伝わるかなっていうのでわっしょいわっしょいにしました伝わってたら嬉しいです。ちゃんと昨日もブログを上げれまして、今日ももう書いてあるので、あとは夕方にアップするだけです。まあ確かに、かわいい、ありがとうございます。なんかマシュマロみたいなやつもあるんだよね、なんか違うルームで見た昨日。嬉しい、かわいい、ありがとうございます。一回継続するとやっぱさ、もうなんか自分のプライド的にやめれないよねあ、そう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 、かわいい、ありがとうございます。マシュマロで合ってる？ありがとうございます。かわいい、なんでだ、あ、母の日？いや違う、あ、ホワイトデー、あれホワイトデーってもう終わった、まだだよね。いや、チョークじゃないっしょ、チョークにしてはちょっと太くないあ、
アメちゃんありがとうございます。なんだけど青のレポとか感想とか話してる声が食べてくれたらしい。見る、見ます、嬉しい。なんかアナは違うメンバーさんのやつをめっちゃ見ちゃう、まあ、自分の見たんですけど見ます、イエーイ。あ、日曜日、あ、じゃあホワイトデーか、ホワイトデー、あ、ホワイトデーまだ、なんだろうね、何ギフトなんだろう。このイヤリングするだけで大人か、めっちゃ可愛いよね。なんかだん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 大きくなるのパールが、めっちゃ可愛いよね。初見さんおはようございます。なんか TikTok も見てるTikTok も見てます。あの重力シンパシーの衣装がリアルすぎてすごいって思った。あら可愛い、お久しぶりにありがとうございます。もう子供扱いするのね、車なんで。モバメ？あーあーって分かんないけど斜めっちゃう君に自分よくしし、ずっとぐずっとぐずっとぐ、昨日セブンイレブンの野菜ワンタンなんちゃらスープみたいなやつ食べたんですけど、なんかずっとなんかダイエットにいいみたいなずっと見ててやっと食べたんですけど、手作ってもらったんだ、すごい、すごい、めっちゃそっくりだった。おはようございます。手持ちお花ありがとうございます。基本ご飯のなんかでも難しいよね、なんか瞬間的に痩せたいから今は。瞬間的に痩せる方法で昨日のブログ見ました、嬉しい、ぜひ全部見てください。歩くのもさ、今の時期めっちゃ日焼けするからさ、なんか運動するって言われても難しいし、まあ、だからって言ってまあ踊ってるからさいいんだけどさ、踊ってるからいいんだけど、めっちゃ水飲むようにしてるし、まあ、めっちゃご飯の量少なくなったし、
あとあお菓子はマジで抜いてる、絶対食べてない。だからあんなにコンビニスイーツ紹介してたけど、多分コンビニスイーツマジで紹介しなくなるので。でもなんかどんだけやっても多分体重は絶対変わんないと思うから、だからなんかそのマッサージとかして足痩せの、そういうので効果出すしかない気がするなって思ってる。そうなんか結局ストレスで太ると思う。その甘いもの食べなくて、バランスよくは食べなきゃいけないんですけどね。ちゃんと。ね、野菜食べてからご飯いいっていうよね。なんかスタバさ、あれバナナアーモンドバナナみたいなやつ始まるよね。ちょっと抵抗はある、でも絶対飲んだら美味しいと思うけどさ。ああまた映っちゃった。なんで皆さんも一緒にダイエット活動一緒にしましょう。バナナ食べれるんですけど、なんかジュースとか食べ物になるとちょっと抵抗が謎にある。なんでだろうね、わかんないけど謎にちょっと抵抗がある。結局桜も飲めずに終わりそうで、こう悲しいです。ありがとうございます。壁で気になるんだ。クッキーありがとうございます。お菓子食べれないからこういう時に食べとかないと。なんて飲むもの、逆にあ私さくらんぼ、お腹が鳴った、お腹が空いた、ありがとうございます。めっちゃその歌好きだった、ずっと歌ってた。今日の朝ごはんは多分セブンのなんかセブンのケンタッキーにあるビスケットみたいなやつ。あいいね、夢で食べるのいいね、それいいわ。でもなんかね、お腹すくことがなんか楽しくなってきちゃって、本当になんか食べないのが楽しくなってくるから、多分まだあんま向いてないんだよねダイエット。やりすぎちゃうから怖い。本当に向いてないと思う。だからそういうマッサージとかが多分合ってるだと思う。まあ元気なので大丈夫です。はい、ってことで何日だったかな ?339 日、もう339日、365日、あと1ヶ月ちょっとぐらいですね。アバターも考えたいと思いますわ。ということで見てくださった1521人の方ありがとうございました。
コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。ドラも頑張ります。ということでバイバーイ。これも揺れちゃう。ありがとうございました。バイバーイ。